アルベール・バールットソンはベルギーの画家である印象派のスタイルで風景画を描いた。ヘントの豊かな実業家の息子に生まれた。ヘントの王立美術学校に,に入学し、風景画家の伝、ドイツや人物画のジャンデルバンに学んだ。1887年にブリュッセルの展覧会に出展し、注目された。パリに移り修行を続け、ロマン主義の画家、アルフレッド・ロルに学び。 パリの展覧会にも出展した。1890年に、ジェームズ・アンソールやフランツ・シャルレといった、ベルギーの近代絵画をリードした画家たちとロンドンを訪れた。1894年に、アンソールらと美術家集団、セルクル・デボー・アーツ・ディ・オステンドの設立に加わったがこのグループは2年ほどで、セルクル・デボー・アーツ・ディ・アスタンドに吸収された。1894年にも、 パリを訪れ、風景画を出展し、作品は、リュクサンブルール美術館に買い上げられた。ブリュッセルで開かれた、ラリブレエスティティックの展覧会などヨーロッパの各地の展覧会に出展し、何度か賞を得た。1913年のヘント万国博覧会では、展覧会の審査員を務めた。第一次世界大戦中は、ロンドンに避難し、1919年にヘントに戻った。 その年、ベルギー政府から王冠勲章を受訓し、ベルギー王立アカデミー、王立美術アカデミーの会員に選ばれた。1920年にパリで個展を開いた。1922年にヘントで死去した。ありがとうございます。